陽撃って何ですかっていうと、迎え撃つことなんですね。例えば、その平地のところあたりに、おとりの兵隊さんを置いておいて、はい、で戦って負けるわけですよ。はいはい、そうすると、北のあたりからこう、ぐわーっと敵が来るでしょ。そういうふうな時に、丘陵地帯に兵を置いておいて、上からターンと迎え撃つわけです。八景陣と、はい、八門金さんの陣みたいな、なんかいろんな八がついた陣形って、はいはい、結構ありますよね。これはどういう陣形なんですか？いらっしゃいですね。いらっしゃいですね。続いてはちょっといろんな戦略についてお聞きしたいんですが、最初の冒頭の方でも説明したと思うんですけど、まあ、このゲームシーズン制が取られてて、いろんな時代背景をとした体験が、まあ、ゲーム内にできるという形で、今僕がプレイしているのがですね、はい、PK シーズン軍曹チリっていうタイトルの、まあ、シナリオで、公式でいろいろ調べてたんですが、長小剣図っていうエピソードを、うん、一応背景として地形がすごいバリエーション飛んだというシナリオになってて、そもそもの話なんですけど、この長小剣図が何なのかがいまいち自分がパッと来てなくて、それを知りたいんですが、劉備、はい、が職に入るときに長小っていうのが職の地図をくれるんですけど、はい、長小はもともと曹操に渡そうと思って職の地図を持っていくんですけども、はいはいはい、曹操はすごいもう偉そうな人なので、その頃、はい、全然長小に会ってくれなくて、で長小ってすごく才のある人なんですけど、すごく不細工だったみたいで、曹操は見た目もその貧相だから、こんな男に会うかって言って会ってくれなくてですね、でそれで曹操にも会えないわ、義の役人から賄賂を求められたりして、で長小は腹立って帰るんですけれども、で結局その後劉備はそういうことをしないので、ちゃんと礼を持って接してくれたので、うん、地図を献上するっていうエピソードが三国志演義の中にあるんですけども、うんうん、あの地図って司書にも書いてありましたっけ先生、うん、そっか、じゃあ、完全なフィクションなんですね、うん、でも結局地図が手に入ったことによって職のその全体が分かって、うん、それで職にうまく入ることができるっていう流れになってるので、うん、長所は結構重要な人物です。あ、まあ、そういう地図です。なるほど、その、うん、地図だからこのシナリオはすごい地形を生かしたみたいな多分ことなんだと思いますね。やっぱり当時はその、ね、うん、今と違いますから、攻め入るにもどこに何があるかが分からないと困っちゃうわけで、そういう地図が手に入ったっていうのはすごい大きいことだったと思うんです。今僕たち現代人からしたらもう想像ができないですけど、その地図がない世界ってなんかすごいいろんなことが難しそうですね、行動するのも。ただその地図に基づいてこのゲームが作られているんだとすると、はいはいはい、三国志演義の中に地図の存在については描かれてますけれども、うん、はい、この地図にこうあるってすごい詳細な描写はなかったと思うので、うん、はいはいはい、その辺はどうなんでしょうか。うん、まずそもそも論として地図っていうものが何なのかっていうと、はい、地図っていうのは領土とイコールなんです。つまり敵に地図を献ずるっていうことは、うん、領土っていうものを献ずるっていうのとイコールなんですね。だから長所が地図を持っていくっていうことは、職を受け取ってください、ここの領土はあなたのものですよ、そんな重い話なんですね。そうなんですね。だから確かに、敵が戦って降伏するときっていうのは何出すのかって言って地図出すんですよ。あと戸籍と、これから財宝の一覧表、そういうふうなものを渡していくんで、地図っていうのはそういう象徴性があるってことがまず一つ背景になりますね。でそれがまず一つと、それから地図っていうものが最高軍事機密なんです、はいはいはい、なんとかアースみたいなのがあって、はい、本地のあれまで見えちゃうとかいうのはありえない話であって、はい、地図っていうのが軍事の最も重要なものなんだっていうのは現在もそうだっていうふうにお考えいただいた方がよろしいかと思うんですよね。それはなぜかというと、地形っていうものそのものが戦いにとって一番重要なんですよ。孫子の中に地形編っていう風な部分があって、とにかくその地形というものに応じた戦い方っていうものをしなければ絶対勝てないっていうのが戦いの基本なので、だから地図っていうものを渡していくってことは、その領土を差し上げますよっていう象徴性と、これから具体的にこうやって攻め込んでこられますよっていう風な実際性と、その両方っていうものを持っているんだっていうことを三国志演義は表現したいの。もう一つお話をすると、三国志演義の地理はぐちゃぐちゃです。もう一番有名なのは千里独行のところで、関羽が劉備のところに近づいていくんですけど、現在の地図のところにこうやって地名を落としていっていくと、はいはい、兄じゃーって言いながら遠ざかったんです。わーって兄じゃーって言ったらダメじゃんってところに、わー兄じゃー
そういう感じです。だからあの北方の人が作ったんじゃないんじゃないかって説もある。そのぐらいの三国戦時っていうのは北方の地図全然位置関係が分かってないです。うん、もうそのぐらいの演技なんか物語作る連中の地位って低いじゃないですか。だから全国の地図なんか持てるっていう風な、そういう風なレベルではないんですよ。大体全国の地図持ってるのはどこだっていうと、もう宮中の少将とかそういうところですよ、はいはい、もうそんなところに出入りする人じゃなければ中国中の地形がどうなってて、どこにどんな風なものがあってっていうことを把握することは不可能ですよ、うん、だから小説を作った人が地形のことってのは把握できるはずはない、うん、というふうに考えれば三国志だって実際結構地形の地名の話になってみるといい加減ですよ。あ、もうそのぐらい地理っていうものは最高機密でむちゃくちゃ重要な情報だというのが現在も含めて、言い換えればあれかな、なんとかハウスみたいなものを作っていくっていうのは民主化に向かってるのかなって感じがしますよね、うんうん、まあ、その地図っていうものを全てのものが持てるっていうのは大事なのかもしれませんね、うん、そんな感想が出るぐらいその地形というものは戦いにとって重たいもの、国家にとって重要なものですね。でもそんな地形の明らかなミスみたいなのも修正が途中で入ったりはしなかったんですか、三国志演義の大阪って言っちゃうの面白いですよね。だからどんな層が読んでいたのかっていう話もそんなとこから探っていけるのかもしれませんね。そういうミスから、うん、読んだ連中っていうものが中華人民共和国全図みたいなものを持てるっていうのは中華人民に入ってくるんですよ。清朝の全図なんか誰が持ってたのかっていう話で、三国志演義読んだ連中っていうものが地名は知ってるとしても、その東西南北がどんな風な場所なのかっていうことがちゃんと分かるかっていうことですよね、うん、そんなことが分かるっていうふうに考えてるのがおかしくて、そんな風に地形の把握っていうものはそんなに一般の人が小説読むようなレベルの階級がですねタッチできるようなそういうレベルの情報ではないと思います、うん、ありがたいですね今の世界は本当にこんなゲーム持ってたら三国時代にいっぺんに統一できちゃう、ね、今ちょっと全体図見れますからこんな詳細な地図あるんだって確かにこれよりもはるかに難易度高いってわけですもんね、その昔は、うん、だからどこにこう関所があるのか、どこに兵が伏せてあるのかなって全く分からないわけですよ、うん、確かにそういうふうなことなので、こんなマップがあったら強いし、これ持ってた人は諸葛亮以上の知恵が、はい発揮することになると思います。あ、でもちなみになんですけど、このゲーム一応このマップは全体図はこういう風に見えるんですが、さらにまた詳細が実はそのマップ内にあって、一見なんか通れそうなところも実はなんか山とかで封鎖されてたりとかあるんで、なんかそういうなんかすごいユーザーだと自分で地形をマッピングしてって完璧な地図を作り上げて、それを戦いの時に戦略として使うっていう、それはかなりプロフェッショナルな人たちなんですけど、そういうことをする人たちもいます、戦いをよく理解してると思いますね。地形をそれだけ把握したら普通の人かなわないし、そうですね、だから地形を把握してる側の同盟とか集団はかなり標的ですね、そうなんですか、はい、そんなことができるっていうのはすごいね、ゲームで、まあ、ちょっと今長所剣図っていうエピソードを背景に、まあ、地形がいろいろ新しい要素として出てきてるって話をしたんですが、例えばなんですが、今ここって、まあ、割と平原なんですよ、ゲーム的には、うん、で、はい、ちょっと移動させていただきますと、こことかに行くと森林地帯なんですね、もう木がめっちゃ生えてて、うんうん、っていう感じで、まあ、こういう風な地形が今回なんか新しい要素として出てて、あ、そうなんですか、はい、でそのなんかさらにこの特殊地形でしかできないなんかそういう戦術みたいなのもゲーム内では存在します。なるほど、はい、木を燃やしたりとかですか？それはできない、燃やして大事にしてください、いや一応なんか説明でも書いてあるんですが、まあ、樹木が隙間ないほど生い茂っているため、はい、まあ、城とかはちょっと建てられないみたいな、あ、城とかは建てられない、なるほどね、視野がすごい狭いっていう、あの舞台の、ね、はい、見えないから、はい、っていうなんか特性もあったり でこれは実際に今回そのゲームで出てる中、はい、4つぐらい今特殊地形があるんですが、はい、地形ごとにいろいろ戦術があったりとかしまして、うんうん、そうか、湿地なんかに入っちゃうと馬とか動けなくなっちゃうな、そうですね、あ、面白いね、まあ、結構死亡率が上がるみたいなのも書かれたりしますねゲーム設定では、そう、湿地で戦っちゃダメだって、あの孫子の兵法に書いてあるね、あ、湿地ダメ、うんうん、こういう場所はもう、はい、すぐに通り過ぎなきゃいけないって書いてあります、はいはい、でも通り抜けるって言ってもなんかもう頑張るしかないですよね、うん、もう湿地にいる時はね、そこで戦うことになったらもう湿地、死ぬ土地って書くんですけど、死地にいるとして覚悟をさせて戦うしかないですけど、はいはい、絶対戦っちゃいけないっていうのは孫子の基本的な考え方で、ここに引き込むんですよ、
はい、あの石壁の戦いの時に曹操を雨林にこう引き込んだじゃないですか、はいはい、そういうふうな形で敵を湿地に引き込んで戦うってことをやらなければいけない、うん、っていうのが現実ですね。もう入った段階で負け。ここで戦闘数死亡率が上がるって書いてあるのは、うん、10% そういうことなんですね。一番いいのはどこなのかっていうと、右斜め奥に高いところを見て戦うんです。はあはあ、右斜め奥高いところ、その図で言うと荒地って書いてあって丘陵って書いてあって、はいはい、その丘陵の下の陵っていう字の下のあたりにいると、はいはい、荒地に対して上に立ってるじゃないですか、はいはいはい、でそうすると高いところにいると病気があんまし来ないのね、はいはい、でしかも勢いをつけてこう下っていく戦いになるんですよ、はいはい、そういうような形になるので、はい、常に戦いっていうのは自分の右肩に高いところがあるっていう、はいはい、そういう自分の後ろに高いところがあるっていう戦いの仕方をしなきゃいけないんですよ、はいはい、と孫子には書いてあります。それは実践的にも正しいんですか、孫子の兵法。あ、正しいんじゃないですか、はい、曹操が血をつけていますし、はいはい、そういうふうな戦いをしようしようというふうにこの時代普通に考えてますよね、うんうんうん、例えば諸葛亮があって、諸葛亮ばっかり申し訳ないんですけど五条原にどうしているのかっていうのは、五条原って高いんですよ、言ってみれば分かりますから。お、うん、3メーターぐらいその周りの部分から全部見えていて、で川が流れてるんですよね、うん、で川が流れていて、そうすると五条原に陣を置いちゃうとここにしか置けなくなってしまうので陣が、うんうん、そこがこう攻められるんです。戦場とか僕割合式で諸葛亮が置いたとこは行くんですけど、はいはい、ちゃんとしたとこ置いてありますよ、うん、ちゃんとしたところに引いてあるわけで、諸葛亮の陣地の後芝居が見て諸葛亮のことを非常に称えたりなんかするじゃないですか、はいはい、だからどこにどういう陣を引くのかということによってこの将がどのぐらい戦えるのかっていうのは大体分かってしまう、うん、そのぐらい地形っていうのはすごく重要です。今これ手前のあたりはこれは丘ですか、はい、この左側の この辺ですか、はい、この辺、はい、でこれが丘陵って言ってたですね。そう、ここに軍隊を置くんですよ、うんうん、この丘陵って言ってたでできる戦術みたいなのが一応ありまして、はい、でこれちょっと僕がよく分からなかったのでいろいろお聞きしたいんですけど、三国時代によく用いられた兵法で妖撃っていうのをこの丘陵って言ってたではできるらしいんですね、うん、そうだね、丘陵で迎撃するのが普通じゃないかな。はい、あ、迎撃って何ですかっていうと、はい、迎え撃つことなんですね。はいはい、迎撃すること、うんうん。だから迎え撃つってのはどういうことかっていうと、例えばその平地のところあたりにおとりの兵隊さんを置いておいて、はい、で戦って負けるわけですよ。はいはい、そうすると北のあたりからこうぐわーっと敵が来るでしょ。はい、そういうふうな時に丘陵地帯に兵を置いておいて、上からターンと迎え撃つわけです。そうすると上からガーンと行きますので、当然のことながら勢いがつきますよね、はい、しかも太陽の位置までちゃんと考えていて、日向になるようにいなきゃいけないんですよ、うん、そういう風な形にいるので兵も痛まないし有利に戦えていけるっていうので、普通は隠れてるんだけども、だから隠れる場所があったりなんかするともうちょっといいんですけど、これだと隠れられないんですが、はい、まあ、とにかくちょっと隠れていて高いところにいて敵が軍をこうやってくるのを待ってバンと叩くんですね。その妖撃っていうのが戦いの中での一番の基本、勝利をするときに最もいい戦い方なんですね。孫子の兵法で言うと、敵を致して致されずっていう言い方をするんですが、うんうん、敵を自分の戦いの有利な場所にやってこさせるのが一番いいのであって、そっちに連れてかれてしまう、そっち側に行かせてしまうっていうのが一番悪いっていう。あ、だから自分が一番有利に戦えられる場所、さっき言ったようにちょっと高くなっていて、うん、右にあれがあってっていう風な場所で待ってるわけです、はい、だからそこに敵が来てくれれば絶対勝つわけですよね、うんうんうん、じゃあ来てくれって言っても来ないわけだから、はいはい、じゃあそこでどういうことをするのかっていうと、わざと負けてみたり何とかをしてみたりっていういろいろな戦法がそこで出てくる。あるいはさっきの石壁の戦いの話にもいいわけです。雨林で攻めたいわけです、はい、雨林で攻めたいからどうしたのかっていうと、石壁のところでずっと待ってたわけです、うんうん、でそこで待つことによって、当然あここでこういうふうに戦うからって言って、おいい拠点があるじゃんって入るわけです、うんうん、ところがその拠点っていうふうなものはもともと用意していったわけだから、それは妖撃になるわけです、うんうん、待ち伏せの戦いになるわけであって、うんうん、でそこで妖撃されたったんで曹操君が負けてしまう、いう形になるわけで、曹操君がそこで石壁で周囲が待っていたらば、知らん顔して最初まで攻めていって、自分の好きなところで待っていって、周囲がこうやってきたらば待ち伏せて戦うとかね、うんうん、そういうふうな戦い方もあるんでしょうけれども、そんなに長江のことは知らないのよ、地図ないから、うんうん、その先がどうなってたかとか最初がどの辺にあるのか、そんなのが一切分かんないわけですよ。なるほど、地図持ってれば待ってますよ。過去の位置だって分かんないわけですよ。はいはい、うん、そういうことなので、まず石膏を放って
地形というものを全部調べて、どこにどういう風な地形があって、どこに敵がいて、どういう形になってて、どこで待てば待ち伏せられるのか、どこに湿地があって危ういのかとかいうのを全部調べるわけです、はい、それで初めて戦えるんであって、うん、そうすると待ち伏せができるので、待ち伏せる場所で一番いいのは旧の地です。そういう話が妖撃っていう、はいはい、なんかその、うんうん、そもそもなんかそういう誘われてる感じがしたら怪しいなって僕は思っちゃうんですけど、でもそもそも地図がないし、うん、地形もそんなこの時代分かってないから誘われちゃうわけですよね。誘われちゃうんでしょうね、うんうんうん、ここで待ってそうだなとかいう風なものが、石膏がちゃんとしてそこに妖撃部隊がいることが分かれば当然止まるわけです。止まるのは結構大変ですよ、はい、戦ってる時に急に止まれないですもんね、みんなパッて、うん、だって戦いで一番成果が上げられる時って真正面からこうやって正面同士で戦ってても、そんなに人死なないんですよ、うん、はい、戦いの訓練してるから、うん、で死ぬ時ってどういう時かって、背中から攻められる時で、だから包囲される時と敗走する時にものすごい被害が及ぶわけですよね、うん、では戦ってやっと勝ってこうやって逃げていく、で逃げていく時に追わないっていう手はないんですよ、はい、確かに。もう追いかけて追いかけて追いかけていくと待ち伏せがいるんですよね、それで負けてしまうっていう形になるわけで、そういう形なので、その妖撃はものすごく戦果が上がる攻撃ですよね、まあ、確かに、まあ、そういう勝ちの流れが来た時に急に止まってなんか怪しいみたいな、ないですね、なんか流れ的にもできなさそうですよね、うん、その雰囲気というか、そうですね、でそういうふうな妖撃する準備がなければ、その死んだ気分が一生懸命戦わなきゃいけないのはそういう理由で、長半派の時に張飛が一人で橋の上立ったりなんかしたのは、待ち伏せてなくて周りのところにはくたくたにつかびれてる劉備君しかいなかったわけですよね、はい、だからそういう時はもう死んだ気分がそこで食い止めなきゃいけないわけで、で曹操としてはあそこを無理やり蹴っ飛ばして追いかけてってやれば劉備死んでたわけですよ、はいはい、だからそこで止まるか、あの時は止まったわけですけど、はい、進むかっていうのはこの先どんな地形なのとか、そういうのが分かんないと一切判断ができない。だから土煙を上げて地形が見えないようにしたり、人がいっぱいいるようにしたり、そういういろいろな疑形っていうんですけど、疑問を持たせるようなそういうやり方があるんですよね、うんうんうん、じゃあちょっと話を変えて、さっき言った妖撃みたいな話、戦術戦法兵法っていう形でもあると思うんですが、なんか個人的にすごい気になったのが八景陣と、はい、八門金さの陣みたいな、なんかいろんな八がついた陣形って、はいはい、結構ありますよね、編成のご専門、はいはい、ああこれはどういう陣形なんですか。いらっしゃいですね、妖撃されるね、完全なフィクションで全然関係ないんですけど、僕には本来食事力と関わるので僕はフィクションの世界に入るところなんですけど三国演義で戦国さんの好きな生徒に呼び返される話が間に入るので、北伐の時に第4次北伐のことを第4次と第5次に分けてるんですよね、はいはい、だから三国志だと5回、三国演義だと6回北伐があるんですけど、その演技の形で言うと第4回目が陣比べなんですよ。芝居の方が根源一揆の陣っていう陣を引いて、諸葛亮の方が八景の陣っていうのを引くんですよね、うんうん、でその八景の陣っていうのは宋陣が徐々に打ち破られた八門金さんの陣とか、あるいは御福法っていうところで諸葛亮が石積んで作った、うん、石陣八陣とか、はい、あんな風なものと全部一緒なんですよ、ね、で全部一緒で、もともとどういう風なものなのかっていうと、歴史的な史書の方の三国志の諸葛亮伝の中で八陣の図を書いたっていう話が出てくるんですね、はいはい、でその八陣の図っていうものが何だか全然分かんなかったんです、うんうんうん、で何だか全然分かんなかったのが1972年だと思いますけれども、銀雀山官官っていうのが銀雀山っていうところから兵法書がたくさん出てきて、孫子の兵法、孫武の兵法と、これから孫賓兵法っていう孫賓の兵法と出てきた、うん、その孫賓だって言われたものの方に八陣っていうのが出てきて、はいはい、その八陣っていうものに何が書いてあるのかっていうと、例えば格欲の陣とか何とかの陣とか、そういうふうなものが8つありますというのではなく、うん、そういうのは十陣っていう辺が別にあって、はい、10個の陣の方にそういう陣がいっぱい並んでたんですよね、うん、で八陣って何なのかっていうと、婦人法そのものなんです。要するに陣を引いていくっていうことが八陣って言われていたっていうのが20世紀になってようやく分かってきたんですが、はい、その20世紀にそれが発見されるまでは八陣の図なんだか分かんねえっていうことで普通簡単に思っていたのは八つ陣引けたんだろう諸葛亮って普通思ってたんですよね。でそれが宋代あたりの成立だって言われていて、ちょっとこれもよく分かんないんですけど、李恵公問題っていうのがあって、
これは孫子とか後子とかと並べて七書と言われる7つの武人の書がありまして、うん、日本では江戸時代にものすごい読まれたんですけど、はい、李永康っていうのは唐の李世民に仕えた李成という人なんですけどね、はい、そういうふうな人の兵法だって言って多分壮大にまとめたんですが、うん、その李永康問題というもので一つの陣というものが動くことによって8つになる陣だっていう説明を李永康がしてるんですよ、うん、でそうすると特口破った人ですから李成って、だから李成が言ってるのが間違いないだろうっていうことで諸葛亮は一つの陣を八つの形にできるような形になったっていうのが一つの流れとしてあります。でもう一個の流れとしてどういう流れがあるのかっていうと、鬼門遁甲っていう言葉が絵に出てきますが、鬼門遁甲って何なんですかっていうと、もともとは加藤楽書っていう儒教の、まあ、儒教というよりは占いのもともと本なんですけれどもね、儒教の経典の中にも易っていうのがあるので、そこの中に取り込まれていくものなんですけれども、その楽書っていう、さっき落葉がありましたよね、落葉に水が流れていて落水というのが流れてるんですが、その落水というところから亀が出てきて、でその亀が亀の神様なので、どういうふうな亀なのかっていうと、甲羅のところに模様がついてる亀が出てきたんですよ。真ん中は5で上が8だと、さあ下はいくつでしょう。真ん中5、2とか言って中学校受験とかやりませんでしたか。どこを足しても15になるっていう、あ、はい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 、いわゆる魔法陣ですよね、はいはい、その魔法陣の形のやつが亀の背中に絵が描いてあったんです、はいはいはい、でそれが何なのかっていうと、楽書、その楽書っていうものの魔法陣、不思議だと思いませんか。どこを足しても全部15になる、うんうん、僕は未だに書けません。どこが9でどこが2とかそういうの書けないんですけど、はい、多分昔の人も不思議だと思ったんだと思うんですよね、うんうんうん、でそこにすごいマジカルなことを感じたわけで、でその9つのもののところをこう星が動いていくんです。で星がどういうふうに動いていくのかということによって占っていくのは鬼門遁甲系の占いで、例えば細木和子さんなんかがやっていた占いってこの鬼門遁甲系の占いなんです。だから占いは占いとしてあるんですけれども、それが軍と関わるとどういう関わり方をしてくるのかというと、その魔法陣のところの5の部分を除くと、そこを真ん中だとすると残り全部で8つじゃないですか、はい、8門、はい、この8門が8陣とセットになる。そうやって生まれたものが何なのかっていうと、八家の陣というものであって、だからもともとは魔法陣で3だとか9だとか2だとかいうふうに言っていた場所が、9とか正とか正とか都とか慶とか市とか京とか、そういう門の名前になってるんですね。だからこの門から入ったらば破れる、この門からこうやってこの門に抜けると勝てる、そういうふうな兵法っていうものが空想上出来上がっていくわけです。で空想上出来上がっていったわけですが、それが例えば宗神の陣だと動かないので、うん、張雲さんはどうしたのかっていうと、その正の門っていうところから入って泰の門から出たのかな、ちょっと覚えてないですけど、そういうふうな形でこの八門金舎の陣っていうものは破れていくわけですよね、うんうんうん、ところが本来八陣は、諸葛亮の八陣っていうものは李永康問題によれば動くわけですよね、うん、一つの陣が動き回るので、だから動かなければここが正門だ、ここが開門だって分かるんですけども、それがレッドクリフの時みたいにこうやって動いていきますので、はい、だからどこが正門でどこが開門だか分かんないから取り込まれてしまって、うん、捕虜になって恥ずかしめを受けて返されるという空想が働いていくわけです、うん、弱点が動き続けてるから、だから諸葛亮の八家の陣というものは破れないんです、なるほど、無敵なわけです。そうそうそう、ちなみにレッドクリフで八陣を表現するときに亀の絵がこうやって出るんですよ、はいはいはい、なんで亀の絵がこうやって出るのか、陣がこう亀みたいでしょって出るのは救急術っていうんですけどもね、うん、楽書からその発展した陣だっていうことが分かるからだっていうのを、レッドクリフの映画の解説の劇場で配るパンフレットに僕書きましたけど、ほとんど誰も分かんなかったと思いますが、そうらしいですよね。具体的には道教っていう宗教がございまして、鬼門遁甲の術の経典があって、その経典のところに諸葛亮が使った術はこういうふうなもんですよっていうのが道教の経典に出てるんですね。でそこの中に例えば風を呼ぶお札とか、あるいは太陽がこうやって4つになるお札とか、そういうふうなお札がたくさんあって、でそんなものを使うと風も呼べるっていう形になってる。だからそんなものの一つとしてその八陣っていうものが出来上がったとフィクションが言っているだけで、そんなものが本当はない。あ、はい、
っていう話でございました。はい、それ一回聞いただけで、ふん、なるほどとか分かりやすいがいたら、あの、僕の地位が危ういです。でも、増田さん分かりましたか？その、難しいですよ。結構難解だなと思います。よし。なんとなく騙された感じでいいと思います。でも元は結構亀の印象は残るんですけど、そうですね、元は結構ファンタジーというか、うん、マジカルなとこから始まってる、あの占いですよね、その占いと、うん、あとは諸葛亮のあの伝記の中に八陣って言葉があったんで、うん、その八陣っていうのが分かんなかったっていうふうなことと、うん、その鬼門遁甲系の占いっていうものが九九のところの真ん中を抜くとちょうど八だったわけですよね、うん、だからその占いの話っていうものと、ああ八陣って結構似てるじゃんで気づいたやつがいたんですよ。それでそれがこう合体させたことによって八門遁甲だったり、あの三国志義の本だと八門遁甲鬼門遁甲って両方出てくるんですよ、はいはい、だからもともと別々だったのがこうやって一緒になっていったんだなってことはよくわかるという。ああ、じゃあいろいろ合わせて生まれてきた、やれたんですね。一番あのしっかりしたフィクションだと思います。あの周囲のところのフィクションが非常に腹立たしく気に入らないのに対してこの八門のフィクションはたまんない。諸葛亮絡みやってるなみたいな感じで、駅にできるぞっていう感じでね、はい、非常に盛り上がるところでしたね。私最強の陣ですかね。え、私としては非常に嬉しいところです。私が一人だけ嬉しそうに話すんですけど誰も聞いてくれないっていうことをここで話すことができたって、ね、非常に難しいです。多分三国志知ってる人もやっぱ疑問には思ってると思います。何なのかっていう、結局私の本とかを買っていただくと書いてありますので、はい、ぜひ皆さん復習していただいて詳細が書かれてますので、そういう感じで、まあ、戦略面についてもいろいろお話を聞いてきたのですが、そろそろちょっとまとめのお時間にさせていただきたいと思います。という感じですね、渡辺先生、千石先生と一緒に三国志新選のいろんな要素を見てきたんですが、さまざまなシーズンを通して、まあ、三国志の歴史をまあ体験できたり、でまあ、シーズンごとに追加される新しい武将みたいなのを楽しむことができるようなゲームとなっております。ちょっとお聞きしたかったんですけど、これ今回シーズン制なんでいろんなその時代背景できるって話だったと思うんですが、渡辺先生、千石先生だったらこの時代で自分は乱世を体験したいみたいなのってあったりしますか？三国時代のいつに生まれたいですか、はい、っていう、それ質問と一緒でございますか？あ、そうですね、同じような質問です、はい、私は序書と別れる場面の諸葛亮に会いに行きたいです。なんでかっていうと、諸葛亮もすごいんですけれども、まあ、序書もすごい人だと私は思っていて、序書と別れるとき多分劉備すごい寂しかったと思うんですけども、諸葛亮がちゃんと来るので大丈夫ですよっていうふうに言いたいと思います。戦いに自分が入るとするとですね、やっぱり長範派の戦いで趙雲死に物狂いで戦ったわけですけれども、曹操の軍に一気でね、あの後をこう抱っこして白竜でこう行くわけですけれども、その 2,3 分前ぐらいのところにタイムマシンで行って、はい、そこ参加したいですね。私も行きますって言って、はい、その石壁の戦いの前あたりで、前あたりで、はい、体験したいと。そう、はい、そうすると石壁ももしかしたら話聞けるかもしれませんし、でも結構激しそうですけどね、はい、戦闘が。そうですよね、はいはいはい、でもなんかあの郊外のあの苦肉の刑とかも近くで見れたら見たいので、近くで見たいですか、はいはいはい、なので、はい、あのあたりに、そうですね、石壁のちょっと前あたりに生まれたい、はい、これは嘘だとか言うの今千石さんに、まあ、はい、行きたい時代というか三国志の時代の話を聞いたんですが、はい、渡辺先生だとどの時代にその生まれたいというか体験したいみたいなのはありますか？私は五条原ですよね。あ、五条原の、はい、五条原五条原悲しくないですか？悲しくない。何がすごいって、五条原現在もですね、その時に落ちてきた隕石がちゃんと飾ってあるんですよ、ね、はいはい、でもその隕石が見たい、隕石がこう落ちてくるところが見たい、そういうふうなことが一番見たいなっていうふうなことで、はい、あとはあれですね、少しまともな話をすると、戦いっていうふうなものは戦術よりも戦略が一番重要なんですよね、うんうんうん、だから諸葛亮が全体の戦略として何を考え続けていたのか最後までってことはやっぱ知りたいなと思うんですよね、うん、最初考えていた天下三分の計っていうものがあって、それ漢が死んじゃうことによって結局実現しなかったわけじゃないですか、うん、実現しないというかこっちから攻められなくなっちゃったわけじゃないですか、うん、そういうふうなことに対してどう考えていたのかなっていうことを聞いてみたいし、うんうん、あるいは戦略としてね、
漢をもう一回復興するっていうのは本当に正しいって最後まで思い続けていたのかなっていうことも聞いてみたいですよね。工部邸が漢を復興した時って起こってる反乱って赤備の乱で、眉を赤く染めた連中、赤って漢の色なんですよね。でだから漢を復興していくっていうことを工部邸は言って、実際にこう統一もできた。で諸葛亮が生きた時代って起きてるのは黄巾の乱、つまり黄色って土だからもう漢は嫌だって言って反乱を起こしてる時代っていうのがたくさんあって、で、劉備の集団に青州兵が入っているように、諸葛亮の方には東州兵上がりの人も結構いたはずなんですよね。そうすると漢っていうものに対する思いがずっと彼の中でやまないまま五条原を迎えていたのかなっていうことはちょっと最後に聞いてみたかったな。 あるいはなんで五条原に出たんですかっていうことを、五条原僕行ってて非常にいい場所に確かに陣は引けてるんですけれども、持久戦の構えなんですよね。自分の病気に対してどんな思いがあったのかなとかね、戦術ではなくて戦略っていうものが戦いの基本である以上、戦略をどういうふうに考え続けていたのかなっていうことを最後は聞いてみたいなっていうふうに思ってます。本当の思いはどこにあるかはもう知ることはできないんで、そうですね、彼が建てた国が漢っていう風なものなので、その漢っていうものの思いが建前としてはあるんでしょうけれどもね、それがどこまでっていうのが聞いてみたかったし、僕個人が考える中ではその劉備っていうね、先も見えないような人っていうものを建ててずっと戦い続けていったから、そのまま幸せに死んでいくのかな、漢が復興できなくても幸せでしたかっていう風に聞いてみたいなっていう感じがします。自分の志にどれだけ素直に生きられたか、そんなことを人生の最後に語れるような人生を送れるといいかなっていうふうに思いますね。その諸葛亮の思いは聞けないですけど、ぜひ渡辺先生、千石先生と一緒にいつか五条原の戦いとかを、なんか五条原の戦い見たいですよね。やりたいですね。なかなか進まないですよね。なんか先生前に五条原に行くと、その隕石をお土産物屋さんで売ってるって言ってましたでした。誰かが言って、誰か私聞いたことありますね。なんか、いや、なんかかけらを売ってるって。真相は五条原にあるということで。今度は五条原でぜひ。あ、ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい、ということで今回の収録は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。